本動画は絶賛公開中のデッドプールシリーズ最新作、デッドプール&ウルバリンの本編の結末などに触れるネタバレありの動画となっています。劇場での鑑賞をしてからの視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。デッドプール MCU 久々の全世界興行収入10億ドルを突破。まさにマーベルジーザス。実際楽しかったからな。少なくとも興行面でハマーベルの救世主なのは間違いない。R指定映画なのに MCU4 くらいなのは素直にすごい。老眼の余韻ぶち壊しまくってるからそれはそれで。って割り切れる人向けではあるか。最初に無理って断ってるのが潔い。でも言うほどぶち壊したかっつうとあんまりそうは感じなかったというか。なんか完全に別物感がある。物理的にはぶち壊しまくってたが。最初にあそこまで失礼かましたのが良かったわ。ユーモアもあるしデッドプールじゃないとできないやり方で最高だった。エンタメ全振り感あるしね。終わり方が綺麗すぎて意外だったけど。ネタが多すぎて一回見ただけじゃ全部わからないからもう一回見直すってのもありそう。最初は情報量多すぎて圧倒されるけどサプライズだけじゃなくてセリフも結構言ってることの2回目で実感したわ。ヒュー側からライアンに対してデッドプール映画に老眼出してよ。って無茶ぶりから始まってんだよなこの企画。てっきり逆だとばかり。結果90歳まで使い倒されることに。なんかハリウッドでやり残したことをヒューが考えた時にはまだデッドプールに出てなかったなってなったのがきっかけだったらしい。ヒューさんからやるよって連絡なかったら映画中止になっていたらしいと聞く。以前からヒュー、ジャックマンのデッドプールでの共演を渇望しており、ライアン、レイノルズは今作への出演もヒューに提案していた。たまたまミュージカル公演期間中のオフだったヒューはドライブ中にウルバリンへの復帰を1時間ほど悩んだが、デッドプール1作目の試写会中に思い描いたデッドプールとウルバリンのバディモノをどうしても実現させたい思いが抑えきれなかったヒューは車を止め、ライアンに電話をかけた。ちょうどその電話を受け取った時、ライアンとショーン・レヴィ監督は適切なアイデアが思い浮かばなかったため、まあベルスタジオ社長にデッドプール3制作を諦めることを伝えるまで12時間を切っていたタイミングだった。デッドは全部見てたけど今回は X メンとフォックス版 X メン理解してないとダメらしいから見に行ってない。別にダメではないが。でも面白さは213だったわ。今回はまとも23作ってからの番外編にして欲しかった。映画としては1、2の方が好きだけど超楽しかったよ。シリーズ3作目なのに説明が長い。デッドプール3ではないからな。主演に20世紀フォックスだからな。なんか知らん奴が活躍してる。で十分だよ。いい感じに若者置いてけぼりで心地よかった。前情報あんまり入れていかなかったからガンガン放り込まれる子さんマーベルネタがすげえ楽しかった。ただある程度予習してからの方が楽しいかもっていうのもわかる。予告編ほとんど面白いとこ避けてたんだなって。今回ゲスト声優でテレビ宣伝しないのが個人的にすごいと思った。吹き替えプロの声優だけでやってくれるんだディズニー。ディズニーはブランド力があるからそういうのあんまりしないんだろうね。芸能人が声優でもちゃんとオーディションして演技指導も本社から来るからレベルが高い。MCU は結構下手な芸能人起用されてたな。翻訳もこのシリーズすごいいいけど今回声優もできる限り過去作と同じなところがすごい。公開前のはライブで本劇場やリアルで武器作成とかそういう企画やってくれたのが好き。ディズニーがステマしてもアメコミ映画だとこんなもんだから、完全にオタク向けになってる。もともとオタクコンテンツだろ。正直日本でヒットしないのは仕方ないと思う。一味用お断りみたいな内容なんだし。過去作については最低限説明されてるし完全初見お断りってわけでもないと思うけどな。まあ3作目かつクロスオーバーともなるとそういう印象がつきまとうのも仕方ないが。アメコミ後進国以外では普通にヒットしてるもんな。R指定だからっていうのもある。まあ MCU 関連が日本だと20億前後くらいなのはいつものことだからな、しょうがないわ。現時点ではスレガの倍くらい稼いでるノーウェイホームも日本では40億くらいだったし。なんかすげえ雑に調べたら日中韓どこも20億くらいっぽいな。韓国と中国はすでに突破で日本は最終で20億くらいだけど。そら中国や韓国でプロモーション力入れるわな。まあスレガは公開のだいぶ前からまずこけることはないと見られてた鉄板お祭りタイトルだからな。問題は来年の新キャップでこいつの成否が MCU の今後決めると言っても過言じゃなさそう。ライアンが手綱握ってるから傑作になったのが大きな要因だと思うけど、ここまでめちゃくちゃさせてくれた今のディズニーなら期待できる。アメリカで6、
5億ドルいきそうだけど世界でも12、13億ドルだから正直そんな世界規模で売れてない感。日本の公衆含めて最近はいろいろ感覚がバグってるが世界で10億ドルいけばメガヒットだからね。まして最近の MCU はスレが意外は落ち目だったし。12、13億ドルで売れてないはさすがに釣り針でかすぎだろ。フォックス時代から人気だったし落ち目の MCU の手柄にされても困る。デッドプールはコロッサス人気のおかげでヒットしたんだが、ここまでの大作になったのはディズニーの力でもあるだろ。一大コンテンツにしたプエンテフォックスの失敗も含めた歩みを否定しなかったのは本当にファンからしたら嬉しいわ。ほもに追わせギャグに LGBT 系の評価が起こってるらしいな。カサンドラが車椅子で登場したことに意識高い系は起こってないのか。ええ、起こるなら2の時点で起これよ。LGBT 系とポリコレと人種ネタを成功法で茶化してるんだから本当にはよくできてる。まあデッドプールがクイアだとしても映画ではバネッサにメロメロなんだから他に目移りしようがないけどな。評価がこの映画見てるわけないだろ。作品打ち切り虚無送りってこと？打ち切りというかユニバース構想前の作品全部な気がする。忘れ去られた過去の産物的な感じだろ。スパイダーマンは過去と会社が違うからいないんだろうな。スタックロールの過去ヒュージャックマンはかすぎだろと思って家に帰ってきてから初代 X 面再生したらローガン以上にチャールズが若かった。ブレイドというかウェズリーへのリスペクトをすごく感じる客演だった。そういえばサンでライアンと共演してたわ。この前ライアンが X で、今のマーベル映画の優勢はブレイドあってのこそだから出した、みたいなことポストしてたな。確かに公開はライミ版スパイディア X 面よりも先だった。リアルタイムでブレイドから見てた人って結構なおっさんになるよな。マーベルが原作なんだ、って当時見たことある母親が驚いてたわ。映画館でも超驚いてた。ガンビットが出てきたのがブレイド以上の衝撃だったわ。戦闘シーンかっこよかった。ガンビットたちが全滅せずにちゃんと戦闘シーンがあったのがよかったわ。キャラ知らない人でもあの戦闘シーンは楽しかったって意見多いからな。特にガンビットは鉛まくってる話し方と戦闘のかっこよさのギャップで人気がすごい。後は頼んだぞって感じでゲート通過を見送ってたのも良い。あのハゲ女の死体を燃やしてからションベンかけて口の中にジャガーノートの筋力ジャガ玉を頬張らせてやりたい。ジョニーはちょっと口悪すぎて引いた。殺されても文句言えんわ。悪口聞いてるヒュートライアンがニヤニヤしてるのシーン好き。でも告げ口したのはデップだしやっぱり悪いのは。からの、拡散してくれて構わない、だもんな。本編の、そんなこと言ってねえ。からのエンドクレジットを、あのクレイジーサドハゲ女は良かったわ。使い捨てにするの惜しい。ただ強すぎるんだよな、あのハゲ。設定上はスカーレットウィッチのが強いんだけど、てっきりワンダよりカサンドラのが強いと思ったんだが逆だったのか。ワンダはミュータントの中ではジーンと並んで別格だからな。あのクレイジーサドハゲ女は良かったわ。使い捨てにするの惜しい。中の人が美人すぎる。ハゲがむしろ拍車をかけてたくらいの美人だったな。頭髪がなくなって顔だけに注目が集まるけどその干渉に耐えられる美人。ナイスプールかわいそう。ナイスプール死んだとこで泣いたよね。ごめん泣いてないや。ナイスプールだけただのコスプレだったの？性格はいい。あいつを見るドッグプールの目が怯えきってたから本当にいいやつなのか疑問だな。ただ嫌われてるだけかもしれんけど。カビルのシーンは8時間ハマキ加えさせられて体にダメージ負ったらしい。ハリウッドはハマキ加える時間も規格外だな。最低ウルバリンはアベンジャーズについて知ってる感じだったけど X 面もアベンジャーズもイルアースなのかな。両方存在してるっぽいね。ホンダオデッセイなんてあんなの車じゃない。オデッセイはショーンレビの愛車でした。なのにあんなボロクソ言ってんのおもろいわわら。HEYQ。発表された時は2年末の長いなぁと思ってたけどあっという間だったな。